えー、清の趣ネルでございます今回はですねえー、これ、えー、年金のえー、まあこれ少々なん私がもらってるやつは少々なんですけどまあ令和4年からもらい始めたんでまあ1年ぐらい経つんですけれどまあ1年前ぐらい出した時は結構黒く潰したところが多かったんですけど今回はまあできる限り最小限、えー、消してます。 だからまあある程度は分かってもまあ会社の人とかでも見,見るんでねまあここら辺はあのまあ年金コード1150っていうのはこれ一般厚生年金はみんな同じなんではいここら辺は、はい、同じで0811っていう、えー、基礎年金番号もで茨城県コードが08なんで11番が土浦市の年金事務所なんでまあそこの所轄っていうのはもう前に説明した通りはい。 名前は消して、あとまあ一応生年月日も消しちゃっています。えー、日付のとこだけね。まあ本当に最小限。で、これも年金額もも題ある程度。はい。えー、はい。こんな感じです。えー、一桁だけはどうしても、えーえー、はい。二百うんまんですね。で、私は独身なんでね、その数字の右にある、えー、下級年金、 えー、配偶者がいて扶養している人は下給年金が約40万円つくんですけど、私はありません。ので、数字は、まあ、この、あの、基本年金額だけですね。書いてあるのは、まあ、200何万っていうことですね。で、これ1行、加入期間が528か月はい、ずっと同じとこにいたんで、えー、44年特例ということで、ギリギリ428が44年半です。で、これはですね、 この次が、これ、えっ、ー、と、平成15年の3月前と4月以降に計算式が変わりまして、まあその時の、まあ平均、基本給というかな、まあそれの額が書いてあるんですけど、まあ一応一桁だけ隠させてください。えー、平成15年3月までが、え二、ー、26年 ?26 年かな。うん。 で平成15年の4月以降が、えぇ、ー、18年えー、そんな感じかなはい、まあ、それの、まあ平均の、まあ給与みたいなのが書いてある。まあこれも行き届けただけ、まあ最低限潰させてください。その下は、これは、あの、下級年金がもらえる人は、ここに、配偶者とか、 子が何人とかって、まあ、配偶者で友稼ぎは別なんですけど友稼ぎの場合はおのおの下級年金はつかないで奥さんにも厚生年金はつきますからまあ独身者が2人友稼ぎの人は独身者が2人いるみたい感じでまあいいいい年金が2人ね2人合わせると思、ま、待ってると思うんですけどまあ下級な場合は配偶者がいて扶養している人はここに、えー、39万7000円から今年度はつきますね。 でそ、その数字は、ここにも、ここにもつくということですね。はい。で、まあ、それの内訳ですよね。廃業者でこ子が、が18歳未満の子がいる場合にも、なんか、少額なんですけど、つくらしいので、まあ、そこが、いる人は、対象者がいる人は、ここに書かれます。で、この、次が、国民年金の、まあ、つまり自営業者の人なんかは、ここに。 えー、国民年金は満額で40年払って79万5千円かな、今年度は。えー、まあ、それが満額はここに乗りますね、えー。1ヶ月で言うと6万6250円。はい、こんな感じで。で、まあ、2ヶ月に1回だから13万円。はい。13万2500円みたいな感じかな、2ヶ月ごとに それで国民年金は今のところ480か月の40年が最高なんでまあそのうちのね払った納付とか免除期間とかまあそういう詳しいのが載ってますで今、えー、審議してるのはこれを今度45年にしようかなんていう話をしてるんだよねうん65歳二十歳から65まで払う期間にしようかななんていうふうに国で今ねいろいろ審議中なあれですね ではその欄に、えー、国民年金のまあ、ここは計算のもとになる480か月分の何月何か月払ってるかによってまあ、安分された国民年金がもらえるという一覧になってます。それでここは、えー、障害年金がある人の、えー、場合にここに書かれます。はい で、こういう感じで。これね、えっ、ー、とね、誕生日の3ヶ月前ぐらいに緑の封筒で来ますね。えっ、ー、と、で、これを提出するのは、たんあの、やっぱり書類が、必要な書類がね、誕生日の前日以降にしか出せないやつとかがあるんで、自分は誕生日の翌日あたりに行ったのかな、あの、年金事務所を予約して、行って、はい、行ってきました。 20、二十ページぐらいある A4 のもう冊子なんですけど、独身者の場合は2箇所ぐらいしか書くとこがないので、で、ほとんど、もあの、はい、必要書類は一応、住民票とか、当本、商本とか、戸籍も当本、商本とか、4種類持ってったんですけど、結局何にも僕いりませんでしたね。あの、やっぱり、下級年金もらう人なんかは、そのね、奥さんのこと書いたりするので、そういう時には色々見る書類があるんだけど、独身の場合はあまり、 結構早かったです。うん。手続きも簡単でした。2うん。最初と最後ぐらいしか、独身者の場合書くところがないので、はい。そんな感じでおります。はい。これが年金証書。ですから、これが元になって、その年度によって、例えば今年度は2.2%アップで、まあ、えー、来年度は例えば0.7%ダウンなんてったら、この、この金額からダウンする。これが一応元になる、え、証書ですね。 まあ、一桁だけ、もう最小限消させていただきました。はい。その、この右にね、来ます。はい。これがまず年金。えー、タイトルから言うと、国民年金、厚生年金、ええー、保険、年金証書と。はい。保険の証書ですね。はい。厚生労働大臣。はい。証書でございます。まあ、私の場合は200、200、うんと。はい。 200、うん、2万ということですね。2百0十二2万と。まあ、そういう感じになっております。これがですね、これももう最小限、消させていただきました。これはですね、振り込み、それの、えー、2ヶ月ごとに振り込まれる国民年金、厚生年金保険、年金額改定通知書と、まあ、第1回目が6月に、えー、去年6月に来ました。で、今年もまた6月に、えー まして、まあ1回目の支払いっていうのは4月5月分の2か月分を6月15日に1回目に、えー、振り込みが来るのでその何日か前にはいあのちゃんとこれが来ます今年度は書いてあるとおり2.2%、えー、上がりましたっていうふうにね書いてある、ま、<coughs> それではいこれもまあ1150は、まあ、一般厚生年金コードなんで はい。で、はい。一桁だけ、えー、消させていただきました。で、で奥さんが、えー、まあ、いて、その、扶養している人は、この上の、えー、この2行目、空いてるところに多分、下級年金、今年度は39万7千円が付くと思うんで、はい。まあ、まあ、私一人なんで、はい、これしかないんで、はい。停止額もありません。で、これを、まあ、6回に分けて均等に払うというのは これですね、えーまあ、残念ながら私は、えー、2ヶ月ごとに40万円まではいた,いただけませんとまあやっぱり、うん、独身なんでねまあそこら辺は下級がつかない分だけ仕方ないなっていうのとあとはやっぱりあの何て言いますかねあの生涯給与で社会保険料控除っていうのを、えー、取られてあれがねえっ、ー、と2000万円ぐらいをその <laughs> 年金が受け取るまでに2,000万円ぐらい自分で社会保険料を払っている人はだいたい厚生年金が160万円ぐらいにはなりますだいたい2,000万円ぐらいが境目ですねそうすると100厚生年金で160万円もらえると国民年金が79万8,000円になってだいたい両方で240万円ぐらいになるんでそう,そうすると240万円ぐらいだと1回に、えー、割る6で40万円ぐらいになるんですよね そうすると1ヶ月20万円ぐらいになって、まあ、そういうことなんですけど、まあ、<coughs> 自分は、ええー、生社会保険料は2000万円までは払ってなかったんで、うん、残念ながら、まあ、40万円はいかながいいんですが、あとはまあ、ね、独身なんで、下級もつかないんで、まあ、下級がついてる人は、ええー、ここのね、えー この星印のところに下級年金っていうのは多分つくと39万7千円つくのかな。だから、うん。<coughs> 扶養している奥さんがいる人は、ええー、まあ1回当たり40万円は年金を超えると思うので、そうすると1ヶ月20万円は、ええー、年金生活できるんじゃないかなと思います。で、私はまあ一応こういう感じで、まあ、一人なんで、はい。 もう仕方ないんで、下級は一切つか、つかないところなんで、まあ、これはこれで、ね、やろうがないので、はい。そういう感じで、まあ、やっぱり会社の人も見てるんでね、あんまり、え、まあ、いろんな意味ではっきりは出せないところがありますが、まあ、できるだけは一桁だけは消しましたが、まあ、それ以上は、はい、ちゃんと載せてますんで、うん。で、今回は <laughs>、 今度三3回目は10月ああ明日ですね明日3回目いただけるのでまあこんな感じですただこの引かれる金額も64までと65からは全然違ってくるらしいんですよねこの一番下の個人住民税っていうのはこれは私自分はアルバイトやってるんでアルバイトやっててるんでこれ毎月バイト代からの給料から取られるんで年金では僕は取られないはずです うん、ただ65五過ぎると、なんか、介護保険とか、まあ、あと国民健康保険なんかも、これで取られるような話なんで、やばいなと思ってるんですよね。今、国保民健康保険、僕25万円払ってるんで、8期あるんで1、1期3万円ずつ払、コンビニで払いに行ってるんですけど、うん、あと1年後の65になってからの年金だと、これで取られるんで、 うん。これ6回しかもらえないんで、そしたら1回、一機で4万円持ってかれるかなとか、ちょっとビビってるんですけど、もうそんなもんですよ。ああ手取りなんかも全然減りますよ。もうそれを思うとね、あーと思う、追い求めますよ、随分ね。この中で、この中でね、国民健康保険5万取られてね。 いやあ、きついですね。とか、たバイトも辞めるに辞めらんねえとこがあるよな、っていう感じですけど。まあ一応これが、はい、私の、えー、最小限、ね、潰した、塗りつぶしたところなんで、まあこれ以上は申し上げなさいですけど、まあ、すいませんけど、うん、これが、えー、一応大事に、ね、皆さんも、えー、年金いただくときには来ます。最初に来るのがこれです。 これは誕生日の翌日あたりに年金事務所で手続きをします。そうすると自分の場合は3週間後にこれが送ってきましたね。はい。証書、うんうん、は3週間後に送ってきました。まあ大体1ヶ月ぐらいというふうに思っていればいいと思います。それでこれは、こちらのハガキは、えー <coughs>、振り込まれる時に、えー、送ってくるのでだいたい6月になってからですね。 各年度6月が1回目の年金の支払い月になる、6月15日、あと奇数、あ、偶数月15日っていうのが6回続くんで、4月5月分が6月15日ということなんで、これが、えー、振り込まれる時に送ってくる最初のハガキになります。まあ、そんな感じで、えぇ、ー、清の趣味チャンネルで、えー、ここまでは、はい。 えー、まあ、これ以上はちょっとね、出せないので、それはちょっとすいませんけど。まあ、あのー、よろしかったらチャンネル登録してください。お願いします。以上でございます。